よろしくね。今回はオトマジさんのアニメ第3期の5話の元ネタを紹介してくよ。今回のラインナップはこちら。まずはじめはオトマジが恋したドラッグストアのお姉さんの名前についての元ネタだよ。2つ目はフォアグラは何の鳥だって言ってる時の十四松の発言についての元ネタだよ。そして今回のメインディッシュ帰り道の回にあの背景は実際に存在する場所だったそうだよ。今回はその背景を実際の写真と見比べて紹介していくよ。それじゃあ VTR スタート。テレビアニメおそ松さんの第3期はご覧の通りのテレビ局と放送時間で放送中です。ご覧の通りのインターネット動画配信サイトでも配信中です。毎週ご覧の通りの時間帯に最新話が更新されるのでぜひチェックしてください。今回も言うけどこれは毎回やりますよ。皆さんにおそ松さんを見ていただくためにこれは毎回ご紹介します。まだ見たことないよって方はご覧の通りのサイトでご覧ください。そしてまず最初にご紹介するのはこの恋するトッティのこの回。ドラッグストアの店員さんに恋をしてしまったトッティ、そのドラッグストアの店員さんがこちら。おお、お姉さんタイプの可愛らしい子ですね。トッティは末っ子だからやっぱりお姉さん味がある人が好きなのかな。そしてこのお姉さんの名前里崎さん、この里崎という名前にも元ネタがあるとかないとか。この里崎という名前に関しておそ松さんアニメ第1期の17話、十四松祭りのこの回。この回で十四松が同人誌を作って販売していたのですが、その同人誌の表紙がなんとこれはもう完全に元プロ野球選手の里崎智也さんです。おそ松さん第1期でも里崎選手のネタが入っていたので、この美人お姉さん里崎さんもその里崎選手から来ているのではないかという噂です。そしてこの次に美人お姉さんの里崎さんが持っているこのカード、どこかで見たことありますよね。え、見たことない？ごめんごめん、田舎にはないもんね。地方の方には馴染みのないこのカード、そう、松本清のポイントカードでした。このカードを見てすぐにピンとこなかった人はコメント欄でコメントしてね。みんなが励ましてくれるよ。そして次に河原に座っているカラマツとトドマツが持っているこのチケット、このパンダの絵がある感じ、上野動物園のチケットでしょうか。実際の上野動物園は600円なのですが、こちらは大人700円となっています。アニメの中でも値上げか、景気悪いな。そして皆さんお待たせしました、お次にご紹介するのが注目のポイント、帰り道のこの回。この回、ムツゴたちが同級生の結婚式に出席した帰り道を描いているこの回なのですが、帰り道を歩いているムツゴのこの街の景色、実は実際に存在している場所がモデルとなっているんです。それでは実際の地図で確認しながらムツゴたちがどのルートを歩いたのかみんなで確認していこう。まずはじめはこの帰り道の回の冒頭部分のこの歩道、こちらは東京都渋谷区代官山町に存在する実際の歩道でした。このように比べてみると消火栓のあるあたりやガードレールのあたりも似ていますね。別のアングルから見た写真でもわかるように、まず電柱があり、その後ろに消火栓、その後ろに柱があり、そのまた後ろの木の本数まで一緒ですね。このシーンは地図上ではこちらになります。気になる方はぜひ聖地巡礼してみてはいかがでしょうか。さあどんどん行きますよ。お次はなんともこの独特な建物の横を歩いているムツゴたちのこのシーン、このシーンの実際の景色がこちら。この独特な建物の正体は窓がユニークなこの建物です。こう見てみると窓の感じや歩道のガードレールの感じも似ていますね。そして少しシーンを進めたこの横の景色、おそ松さんの世界ではあの独特な建物の横に駐車場が見えるのですが、実際の景色がこちら。実際の景色でも駐車場がありました。そしてこうやってよく見てみると矢印の感じや駐車してる車までもが一緒でした。こちらのシーンは地図上ではこちらになります。気になる方はぜひ行ってみてね。
そしてここでムツゴたちがフォアグラが何の動物だったかを考えているこのシーン、このシーンでムツゴたちが次々と鳥の名前を適当に言っているこのシーン、オウム、ワシ、タカ、フクロウ、ブルージェイズ、牛始末が言ったブルージェイズ、何言ってんだこいつと思った方も多いと思いますが、実はこれアメリカのプロ野球チームの名前でした。そしてこのブルージェイズのロゴ、実はアオカケスという鳥が使われています。そしてまたまたムツゴたちが鳥の名前を適当に言っているこのシーン、キツツキ、ツバメ、トキ、フラミンゴ、カージナルス、この獣始末が言ったカージナルスももちろんアメリカのプロ野球チームの名前でした。このカージナルスのロゴには表情交換鳥という赤い鳥が施されています。そしてまたまた鳥の名前を適当に言っています。ツル、カモメ、白鳥、獣始末、こちらの獣始末は漢字が違い、この獣始末という鳥の名前になります。獣始末が言っていたのは全て鳥に関係することだったんですね。そしてお次のシーンはこの上からのアングル、右上の方をよく見てみると階段や人の家の門などがありますね。このシーンは実際の景色はどのようになっているのでしょうか。それがこちら、おそ松さんと同じように階段があり木が植えてある門のようなものがありました。こう見てみると忠実に再現されていることがお分かりいただけるだろうか。地図上ではこのシーンはこちらになります。気になる方はチェックしてね。そしてお次のシーンはこのわさわさーと緑が生い茂っていて近くの入り口がある建物の横を歩いているこのシーン、このシーンの実際の景色がこちら。実際の景色でも緑がわさわさーとなっている建物がありました。こう見比べてみると木が埋まっている位置やガードレールの感じなども完全に再現されています。そしてお次はこのわさっとした建物の横のこのシーン、このシーンの実際の景色がこちら。こちらも2つを見比べてみるとこの入り口のような部分や横のお店も完全に再現されていますね。こちらのシーンは地図上ではこちらになります。え、さっきから全然動いてないって？まあまあ気にしない気にしない。それでは次のシーン、このシーンではムツゴたちが横断歩道を渡っているこのシーンですが、実際の景色がこちら。2つを見比べてみると止まれなどの道路標識やポールコーンまでも一緒でした。そしてよく見てみると道路の向かい側に駐車場があるあたりも忠実に再現されています。このシーンは地図上で見たらこの辺りになります。そしてお次はこの独特なオブジェが置いてあるこの背景、こちらも実際の景色がこちら。こちらも完全に再現されていますね。このオブジェが置いてあるここは地図上ではこちらになります。ぜひ行ってみてください。そしてお次はこの背景、こちらも実際の景色がこちら。見比べてみると標識の形やこのポールの数も一緒ですね。こちらのシーンは地図上ではこちらになります。先ほどの向かい側ですね。そしてお次はこちらのシーン、この背景も実際の写真がこちら。こちらも完全に一致ですね。よく見てみると左側のこの四角いやつや階段の感じも完全に再現されています。こちらのシーン地図上ではこちらになります。さあどんどん行きますよ。続いてはこちらの街灯のこのシーン、こちらの実際の景色は街灯の形が少し違いますが完全に一致ですね。このシーンは地図上ではこの辺りになります。そしてお次のこの獣始末が映っているこの背景はこちらになります。この窓の感じも完全に一致ですね。地図上ではこの位置になります。ぜひ見上げてみてください。そしてお次はこちらのシーン、このシーンも実際の景色がこちら。この後ろの茶色の建物や
左側に駐車場があり、白いコーンが置いてあるあたりも再現されています。そしてムツゴたちが登っているこのシーンはこちらになります。この橋から上のこのシーンも実際の景色がこちら。実際の背景でも線路が2本あり、こちらの建物、おそ松さんでも忠実に再現されていました。この橋は地図上では代官山駅の近くのこちらになります。そしてお次のこのシーンは実際の景色がこちら。こちらも忠実に再現されていますね。同じ位置に道路標識もあります。地図上ではこの位置になります。お次はこのシーン、実際の背景がこちら。この背景で注目すべきなのがこの緑色の建物、こちらがおそ松さんでも忠実に再現されていますよ。地図上ではこちらになります。ぜひチェックしてください。お次はこちらのシーン、このシーンの実際の背景がこちら。こちらもお店のガラスが忠実に再現されていてウェルカムに変わっていました。そしてお次のシーンのこの背景、実際の写真がこちら。こちらも自販機の位置やスピード落とせと書いてあるあたりも完全に再現されています。こちらのシーンは地図上ではこちらになります。お次のシーンはこちら、おそ松がガキよねと言ってるこのシーンの背景、こちら実際の景色がこちら。後ろに駐車場がある感じ、完全に一致ですね。地図上ではこちらの位置になります。続いてこちらのシーン、このシーンの実際の背景がこちら。この白い建物とこの屋根の感じ、完全に一致ですね。地図上ではこの辺りになります。そしてお次のこの背景、この紙がいっぱい貼ってある感じのこのシーン、こちらの実際の景色はこちら。実際の場所にも掲示板がありました。いやー、忠実に再現されていますね。地図上ではこの辺りになります。そしてお次の背景は印象的なゾーン30と止まれのこの背景、この背景の実際の写真がこちら。止まれやゾーン30だけでなく中央の建物も完全に再現されています。角度を変えてみるとこのような感じになっています。こちらのシーンは地図上ではこの辺りになります。気になる方はぜひ行ってみてください。そして次のシーンはゾーン30を曲がって歩いてすぐのこの辺り、ここの実際の景色がこちら。このタイル張りの感じがまんま再現されていますね。こちらの背景は地図上ではこの辺りになります。そして物語の終盤のこの背景、こちらの実際の景色はこちら。止まれの道路がそのまま再現されていますね。あれ、これさっきも見たぞと思った方、その通り、こちらのシーン地図上ではこの辺りになります。なんとゾーン30のコーナーからいきなりスタート地点の方に戻っているではありませんか。そしてこの物語の最後のこの坂、このシーンの実際の写真がこちら。道路のマークから街灯の位置までまんま再現されていますね。このシーンの実際の地図の位置がこちらになります。こう見てみると先ほどの止まれから直進したことになりますね。それでは実際にムツゴたちがどのようなルートを歩いたのかを見ていきましょう。冒頭この位置からスタートし、止まれを右に曲がり、駅方向にずっと南下していって線路を渡る歩道橋を渡り反対側へ来ました。この交差点を左に曲がり、すぐにここを右に曲がり、ずっと南下していたこの角、ここがゾーン30のところになりますね。そのままどこに行くのかなと思ったら急にスタート地点の方に戻ってきたということです。なぜここで急にシーンが移動したのか、あれだけ忠実に場所を再現していたにもかかわらず、なぜスタート地点の先に戻ったのか、ひょっとしたらムツゴの会話内容に背景がリンクしているのかもしれません。
これは何か意味があるのでしょうか。信じるか信じないかはあなた次第です。